世界中で愛されているスポーツの一つであるサッカー。特に4年に一度開催されるワールドカップは世界的なイベントとなっており、日本でもサッカーを知らない人でも熱狂してみますよね。そんなサッカーですが、これまでどんな選手がいたのでしょうか。イギリスのサッカー雑誌442が史上サッカー選手ベスト100を発表していましたので、そのランキングをもとに今回は史上最高のサッカー選手を10人紹介していきます。一体どんな選手が登場するのかしら。サッカーの歴史は古くから存在するから、伝説的な選手がたくさんいるぞ。どの選手も魅力的な選手ばかりだ。第10位はロナウド選手です。彼は通称ロナウドの名前で知られていますが、正式な本名はロナウド・ルイス・ナザーリオ・デ・リマという名前です。ロナウド選手はストライカーが持つことができる全てのクオリティを持っていた元ブラジル代表のフォワードです。2011年に引退するまでキャリア通算420ゴールを記録しています。もともとロナウド選手はブラジルの貧しい町で生まれ、裸足でサッカーを始めたんだよね。確かロナウド選手は貧しい子供たちのために自身が稼いだお金を寄付していたよね。ロナウド選手は多額の寄付や貧困撲滅キャンペーンも行っているんだ。第9位はフェレンツ・プシュカーシュ選手です。キャノン砲のようなシュートや魔法の杖ともいえる左足でピッチを支配し、幾度も観客を沸かせました。3度の欧州制覇、リーガー5連覇を成し遂げています。これだけの実績を持つ選手には珍しく、身長は172センチと小柄でした。しかし驚異的なスピードとパワフルなシュートなど、多彩な攻撃バリエーションを持ち合わせています。プシュカーシュ選手は幼い頃からサッカーが得意で、友人と年齢を詐称してジュニアチームに入団していたことは有名な話だよね。一体何歳の時からジュニアチームに入ったの？諸説あるが、一番有力な説では9歳からジュニアチームに入っていたんだ。第8位はジネディーヌ・ジダン選手です。ジダン選手はフランスにワールドカップ初優勝をもたらした立役者でもあり、驚異的なボールコントロール能力を持っていました。その能力を自国開催だった1998年ワールドカップで発揮し、優勝を達成しています。頭突きをしたことで有名な選手だよね。ワールドカップの試合の際につい熱くなって頭突きをしてしまったんだよね。まあそんな頭突きで有名なジダン選手だが、選手としても監督としても優秀なんだ。第7位はフランツ・ベッケンバウアー選手です。ベッケンバウアー選手は現在のディフェンダーの位置づけを確立した元西ドイツを代表するディフェンダーです。多くの偉大な選手同様、ベッケンバウアー選手はいくつかのポジションでプレーすることに長けていました。もともとはセンターフォワードでしたが、バイエルンでは左ウィングとしてデビューしています。その後、異名である皇帝の名に恥じぬ活躍を見せ、引退後は監督に就任します。現在のディフェンダーの定義を確立した選手だよね。昔のディフェンダーと現在のディフェンダーでは役割が少し違うの？昔のディフェンダーは守りの専門で、攻撃はフォワードがするものだと考えられる場面が多かったけど、この選手の登場でディフェンダーが変わっていったんだ。第6位はアルフレド・ディ・ステファノ選手です。20年の長いキャリアを歩み、アルゼンチン、コロンビア、スペインと3カ国でプレーした選手です。1950年から60年代のレアル・マドリーで名声とタイトルを取り尽くし、金髪の矢という愛称で呼ばれていました。他の選手を圧倒するパワーやテクニックを持ったフォワードだっただけでなく、無尽蔵のスタミナも併せ持ち、
試合終盤に発揮され、数多くの決定打となる得点を奪取しています。歴代のサッカー選手の中でも特にスタミナが優秀な選手だ。やっぱりサッカー選手にはスタミナは重要なの？サッカー選手の走る量は半端ではないからね。第5位はクリスティアーノ・ロナウド選手です。サッカー史上に残る得点数を積み重ねてきたポルトガル代表フォワードです。周囲の誰もがロナウド選手の才能に驚かされています。しかしロナウド選手の輝かしい実績には他の選手を圧倒するほどの練習量があってこそだと言われています。欧州が生んだ最高のゴールスコアラーであるロナウド選手は史上最もイケメンで最強のフォワードと言われています。僕が一番好きなサッカー選手だよ。顔もスタイルもイケメンよね。実績、名声ともにトップクラスのサッカー選手だ。第4位はヨハン・クライフ選手です。今なおサッカー界に影響を与えるオランダが輩出した天才プレイヤーです。しかしそんなクライフ選手はもともとサッカーではなく野球選手を目指していましたが、周囲のコーチが才能に気づき説得を続けた結果、サッカーの道に進むことを決意します。それから若干17歳でデビューすると司令塔としてピッチ上に君臨します。そのスピード、パワー、司令塔としての能力の高さは他を圧倒し、フライングダッチマンの異名で呼ばれるようになります。選手として数多くの実績を持っていた彼は監督としても優秀な成績を収めたんだ。しかし晩年は肺がんを患い68歳で亡くなってしまうんだ。その際には5万人の参列者が献花に訪れたんだ。第3位はペレ選手です。ペレ選手はペレの愛称が世界的に有名ですが、本名はエドソン・アランチス・ド・ナシメントです。世界中から崇敬されるサッカー史上最も有名な選手で、サッカーの王様の異名に恥じない活躍をしました。若干17歳で出場した1958年ワールドカップでは、準々決勝、準決勝、決勝でゴールを決めてセレソンに初優勝をもたらしました。ブラジルが生み出したキングはキャリア通算1281ゴールを記録。ブラジルのサッカー王国としての礎を築いた人物です。ブラジルを代表する世界的なサッカー選手だな。私は本名がペレだと思っていたわ。世間ではあまり知られてないけど、ペレ選手のお父さんもサッカー選手だったんだよね。え、そうだったんだ。確かにその通りだ。ペレ選手がいたからこそサッカー王国ブラジルが誕生したと言っても過言ではないな。第2位はリオネル・メッシ選手です。メッシ選手は数多くの個人賞やクラブアワードを獲得し、多くの記録を打ち破ってきたアルゼンチンの天才プレイヤーです。6度のバロンドール受賞や1年間で91ゴールなど驚異的な記録ばかりです。そんな偉大な記録を残すメッシ選手ですが、10歳の頃、成長ホルモンの分泌異常の症状、成長ホルモン分泌不全性低身長症を発症しています。成長ホルモン投与などの治療なしでは体が発達しないと診断されましたが、苦難を乗り越えて一流のサッカー選手となりました。いくつもの記録を塗り替えるサッカー選手だね。でも大病を克服して一流選手になるなんて、さまざまな人に勇気を与える人物ね。彼の瞬発力やボールコントロール能力は卓越しているぞ。その他にも敵チームのマークをうまく外すことでも有名だ。ちなみに愛称はレオと呼ばれているんだ。第1位はディエゴ・マラドーナ選手です。並外れた才能でサッカー界を屈服させたアルゼンチンの天才プレイヤーです。ゴールデンボーイの愛称で親しまれ、
多くの記録を残してきました。しかしペレ選手はマラドーナ選手よりも多くのゴールを決めていますし、獲得したタイトル数ではメッシ選手の方が上です。ではなぜマラドーナ選手が第1位にランクインしているのでしょうか。その理由は彼のサッカーに対する情熱が他のランクインした選手の誰よりも勝っていると判断し1位とさせていただきました。彼のサッカーに対する情熱にメッシ選手は、自分が100万年プレーしてもマラドーナには決して近づけない、彼が史上最高だと惜しみない称賛を送っているほどです。マラドーナ選手は記録に残る選手というよりも記憶に残る選手であることは間違いありません。記録よりも記憶に残る選手ってかっこいいわね。マラドーナ選手はサッカーの技術もすごいけど、彼の生き様もすごい人なんだ。マラドーナ選手の生涯は映画化もされているんだ。晩年は薬物中毒や幾度の病気に悩まされてもサッカーに対する情熱を失うことはなかったんだ。今回は史上最高のサッカー選手ベスト10を紹介しました。どの選手もサッカーファンを熱くさせるプレーを見せ、サッカーの歴史を作った人物です。今後このランキングに入ってくる選手は誰なのでしょうか。ロナウド選手やメッシ選手は未だに現役ですので、これからの活躍にも期待したいですね。またの動画で会いましょう。